殴ってくれてありがとな、親父。殴ったんじゃなくて頭突きな。そこ別にどっちでもよくねえが、いい雰囲気が台無しじゃねえか。霊圧を消したか。相当強力な結界を張ったらしいな。ずいぶん長い見物だったね。手助けに入る隙も必要も見つからへんかったんです。久しぶりやね、君と戦うのは。今度は手加減なし。み、覚えてる？前に戦うた時の子。ああ、こらあかん。門番は門を開けるためにいてんのとちゃうやろ。負けた門番は門なんか開けへんよ。僕が地団坊の腕切ったら君が負け。イコロス真相。俺は覚えてねえ。嘘ばっかり。挑発のつもりな。あんたの剣を覚えてねえんじゃねえ。あんたの心を覚えてねえ。心が読めるとか言うんじゃねえけど、どういう覚悟で剣を振ってんのか。最中は必死だから、大抵は終わってから気がつくんだけど。なんや、詩人やねえ。うるせえや。あんたにはそれがなかった。何を見てたのかまでは知らねえけどな。おもろい子やと思ってたけど、君の悪い子やな。アイゼン隊長が君に興味持つん、どのくらい伸びるか知ってる？刀100本分や。100本雑誌やら呼ばれたりしてな。降参な？つまらんな。しゃあない。よう分かるように君らの長さで教えた。ミスタル、行くで。今度は手加減なし。何驚いてんだよ。同じ挽回が挽回で止められねえわけねえだろ。なんや、やっぱり君の悪い子。ゲン、怖いな。今のうちにちゃんとお仕置きしとかんと難儀なことになりそうよ。いつの間に刀を縮めた。あんな長さの伸縮を見逃すはずが。僕の挽回はあっさり止められてしもったし、普通に戦うしかないんやろか。切り込んでるこっちの方が折れてしまいそうやわ。よく言うぜ。じゃあさっさと折れちまえよ。俺の考えが正しかった。愛なら思った通りだ。あんたの挽回の能力で一番怖えな、長さでも破壊力でもねえ、伸縮の速度だ。事前に長さを教える意味はね、そのまま切りかかった方があんたに有利だ。伸縮の速度から俺の意識を外させるためだ。たった一回の打ち込みでそれに気づいて、二回目でそれをかわすか。バレたらしゃあない。教えといてあげる。波死にの槍の伸びる速さ、今の500倍や。最速の残魄散ったところで価値の目はないで。集中しろ。切ってくる斬撃はいい。なんてな。その刀へし折ってやれ。ええー、よ、できるんやったらな。だらよう止めたな。まぐれにしたら上手なもんや。もうちょっとでなんとかなりそうなんだ。邪魔すんじゃねえよ。すんません、アイゼン隊長、お話の邪魔してしまいました。来たか、浦原喜助。浦原さん。
お久しぶりっす。100年ぶりだね。随分珍しい格好になったっすね。何事も進化の途中というのは醜いものだ。音楽と運動したんすね。従えたと言ってもらおうか。ええー、の後ろ取ってるで言うてな。ええー、やん、見物しよう。アイゼン隊長と長いことおるけど、あんな見るん初めてや。もうどうもならへんよ。ノキトラ、君も殺されておしまいや。そう言うやろと思ってたわ。それにあのアイゼンじゃってどうなるか分かったもんじゃねえぞ。それは言うと思わへんかった。その言い方やと君が死ぬんは前提で言うてるみたいに聞こえる。諦めてるんと違う。そんな、やれ、中身は脆いもんやわ。毛をアイゼン隊長にやらせるわけにはいかんな。神死にの矢。松本さん、ぎ甘い甘い。まだ逃げへんのやったら僕が今ここで切るわ。しゃあないな。あいつの前にさえ入れば突破口は開けるはずだ。へえ、やるやないか。惜しいな。そやけど、所詮はそんなもんやね。そこんとこがまだ分かってへんね。君の残白刀で僕の攻撃防げ、なんで僕が同じようにできると思えへんかったん？あ、松本さん、どう？無茶だ。生命維持のできるギリギリのところまでだ。治療は終わってなんかいない。松本さん、しょうもな。君、こない弱かった。あの頃の方が。まだ君、怖かったで。やれや、君、逃げ。目の前に僕がおんのに、津賀天使を言うんは、どうやら限界みたいやね。全然ダメージ受けてへんや。君、もう無理やで。どうもならんと思うけど。これ以上なんや隠し玉がある言うんやったら話は別やけど、君はもう戦士やない。死神でもない。フォローでもない。人でもない。悪いこと言わんわ。逃げ。君にも興味ない。アイゼン隊長も今の君にはがっかりするやろ。理解できてるんやろ？アイゼン隊長の力。警告は今のでおしまいや。僕が今ここで切るわ。親父、浦原さん。ギー、今彼に何をしようとしていた？からダメしです。旋回門を開け。はい。待て。どうやら洋乱の時は終わったようだ。ソウルソサエティの終焉、私自身の目で見ることができ。解除。君はここへ置いていく。君を喰らうの。全てが終わった後でいい。